はい、おはようございます。KTC 放送局の健太店長です。リスナーさんたちからよくサプリについて聞かれるので、今日はサプリを取ります。これからまあプレワークアウトサプリとして、まあジムに行く前の、サプリメントを取ります。ちょっとね、タイミング的にもう今一回飲んじゃったんだけど、プロテイン、タンパク質 20g ぐらいをジム始まる、1時間ぐらい、30分1時間ぐらい前に飲みます。はい。でも飲んじゃいました。これね。なんだこれ。読めないけど、なんか Amazon で1キロだけね、マイプロテインの到着まで持たなかったんで、ストックが。とりあえず1キロだけ間に合わせで買った安いプロテインです。まあ、1回飲んで、これはジム終わった後に飲むやつです。はい。で、これからプレワークアウトサプリ、カフェイン系ですね。シャドウ X を飲みます。本当は C4 アルティメットがいいんだけど、今ないので、まだ届いてないんで、残っているシャドウ X をこれから飲みます。これどこに置いて取ればいいんだろう。ちょっと待って。このアングルでいいか。シェイカーが1個実家に置き去りにしちゃったんで足りないので、トレーニングドリンクを持っていくシェイカーにシャドウ X を入れよう。これね、これがないとトレーニング中に僕は意識が飛んじゃったりとか、頭痛くて座り込んじゃったりするんで、これを、ジム行く直前に飲みます。もう、いい感じ。うん。うまい。レモネードみたいな。で、僕のスーパーバルクアップサプリクリアマッスル、くそこれを1錠、NO フューリーね、プレワークアウト NO フューリー、これは別に取っても取んなくても正直いいんだけど、なんか買っちゃったんで、本当は3錠だけど、俺アルギニンとステロリンいっぱい取ってるから、これは2錠。本当は3錠なんだけどね。まあ2錠で十分かな。で、これね、クレアルカリン2錠。お、よいしょ。ね、この、こんな感じ。これは、取ってもいいか。よいしょ。ね、こんな感じです。はい、これを、面倒くさいから、プレワークアウト、シャドウ X で一緒に飲んじゃいます。ああ、スパイシーだね。残った顆粒ももったいないんで、しっかり飲みやす。うん。で、トレーニングドリンクをこれあとさっと作ってジムに駆け込みます。ちょっとこれ拭いてね。トレーニング中飲むやつなんで、ジムのこれ冷水器で使うやつだから、濡れたまま粉入れちゃうとダマになっちゃうんで、ちゃんと乾燥させてね、キッチンペーパーで水分を拭いてね、でこうやって水分を拭いて、ちゃんと拭いてあげて、蓋は別にそんなに拭いても拭かなくても、
この溝がカビ、カビ、カビがすね、これカビだよね。これとか赤カビですよね。もうシェイカー多用しすぎてね、ほとんど湿ってるんで、やっぱカビが入るんですよ、シェイカーに。でもまあ、ブルーチーズとかチーズもカビ生えてるから、大丈夫かなって。で、エクステンド。これはトレーニングドリンクとして飲んでます。なんかでも山本先生の話だと、グルタミンはトレーニング中飲むとアンモニアに変わってあんま良くないっていう話なんで、エクステンド僕結構グルタミンいいなと思って飲んでるんですけど、山本先生はトレゴがいいって言ってたんですよね。だそうすると、エクステンドはトレゴの方がいいのかな。ってことで次もう一個ね、ストックがあるんですけど、それ飲み終わったらもう俺エクステンド買うのやめようかなと思って。で、このエクステンドに EAA、まあこれマイプロの安いやつだけど、最近マイプロの EAA ちょっと値段上がってるんで、スプーンがないぞ。スプーンが。あれ、今ね、Amazon でパープルラース買って届くの待ってます。だから、パープルラースが届いたら、トレーニングドリンクは EAA、まあパープルラースだけにして、エクステンドはトレーニング後、家帰ってきてから飲もうかなーなんて思ってます。まあ EAA をちょっと2スクープぐらいバサバサ入れて、はい。あとは、あれだ。僕のトレーニングドリンクに不可欠なものがもう一種類入れるんですよ。まあこれはもうプレワークのあれじゃなくてトレーニングドリンク、トレーニング中に飲むやつですけど、まあ切ってすらいなかったわ。これじゃん、グルコースです。カーボンね、カーボン炭水化物っすね。グルコースはブドウ糖かな、ブドウ糖。これね、そんなに適当です。これはもう適当、あんまり測ってない、けどまあワンスクープは俺半分ぐらいでいいんじゃないかな。これ甘いし、はい、これでトレーニングドリンクで僕完成です。あ、でトレーニング終わってちょっと胃が落ち着いてきたら、まあ、プロテインさっきよそったやつを飲んで、でまたクレアルカリ2錠とクリアマッスルを2錠、トレーニング後のまあリカバリーとして飲みます。はい、これ俺のトレーニングドリンクですね。エクステンド、まあ BCAA とかグルタミンとか、あとは EAA も入ってて、まあ、トレーニング中もしっかりこれで血中アミノ酸濃度を、まあ、高く保ってあげようっていうそういう一応考えですまあ分かんないよ、あ、正しいのか正しくないのか分かんないけども、うん、そんな感じですね。まあなんでおさらいすると、これはプレワークじゃなくてトレーニングドリンクなんで別ですけど、まず1時間前ぐらいにタンパク質プロテイン飲んで、でジム行く直前、今ですね、まずカフェインで、これ、シトルリンも入ってるし、あとはベータアラリンですね。も入ってますし、まあ、プレワークアウトサプリメントです。はい。おすすめは C4 アルティメットっていう杉さんが教えてくれたやつですね。めちゃパンプするんで、あれ。はい。で、NO フューリー、プレワークアウト。これはアルギニン系のサプリなんで、まあ、これもパンプ剤みたいな感じですかね。うん。でも、他のサプリで僕アルギニンとかシトルリンいっぱい入って取ってるんで、本当はこれ3錠飲んで、まあ、3000mg、3g か、アルギリン取れるんだけど、2錠にしてます。じゃないと胃がね、痛むんだよな。で、クレアルカリンですね。ローディング機能いらないクレアチン。これ取りやすいんで、重宝してます。はい。で、悪魔のバルクアップサプリ、クリアマッスルですね。ネクストジェネレーション。これも Amazon で、買えるんで、ぜひ URL 概要欄に貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。クレアルカリンじゃねえや、なんだっけ、クリアマッスル。HMB なんですけど、
まあ液体型の HMB で、詳しいことはよくわかんないけど、これ本当に筋肥大いい感じですよ。はい、で、一応、これも、まあ URL 載っけとくかもしれませんけど、1キロだけで安かったんで、Amazon で、間に合わせで買ったプロテインです。ね。お急ぎ便にね、これほどまでに感謝ときは、したときはなかったですね。はい。マイプロが届かなかったんで、まだ。はい。というわけで、こんな感じです。プレワークアウトとトレーニング中のサプリは。はい。まあ、以上になります。参考にしてみてください。KTC 放送局の、麦わらのルフィでした。